コラム、静かなる漁師の冬。漁師の冬という言葉が登場し、漁師コンピューティングに対するベンチャーキャピタル、VC の投資が枯渇するかもしれないと話題になっています。 その結果として過度な期待が減り、それ自体は良いことかもしれませんが、企業の統合が進み、新規参入が減り、資金力のある企業でもリソースを節約しようとして、事業の規模を縮小していくかもしれません。あまり議論されていないのは、大企業内のリソースが、両子から静かにシフトしていることです。先進的な企業は、有望なユースケースを探すために、 調査用漁師チームを作っています。競合他社に対抗するための一環として、比較的小規模で内部的に能力開発を行っているのです。これら企業の一部では、漁師から GPT という名前のついたものに部分的に移行する事態となっています。 私は量子コンピューティングの世界に関わっているので、このような変化の姿を見たくはないのですが、イノベーション予算を最大化しようとしている CIO にとっては、一面、理にかなっているとも言えるでしょう。要するに、量子コンピューティングが有形の ROI を提供するのは、いつになるのでしょうか ?2 年後 ?5 年後 ?10 年後そして、それはどの分野で最適化科学 機械学習。一方で CIO は、今日の新しい AI ツールに興奮し、比較的短期間で自動化された、カスタマーサービスや、クレームレビューの迅速化、半自動ジャーナリズムなどを実現する方法を、容易に思い描くことができるでしょう。AI と量子、2つの時間軸を混同してはいけない、と注意する人もいるでしょう。 AI はより成熟しており TRL 技術成熟度も高いけれど一方量子コンピューティングは企業においてより探索的な段階にあるのだと CIO は短期的な利益のために長期的な利益を犠牲にしてはならないというのですまた量子コンピュータの分野ではこの2つの分野を融合させようとする動きが活発です まもなく公開されるポッドキャストのエピソードで、ザパタの幹部は、生成 AI は量子コンピューティングの非常に有望なユースケースであると述べました。しかしまた、これもまた過ぎ去るもの、と言って、チャット GPT に対する興奮は、過大評価だという人もいます。私にとって、量子コンピュータがエキサイティングで有望である理由は、今も変わっていません。 ますます強力な量子コンピューターが毎月のように登場し、アルゴリズムの開発は急速に進んでおり、様々な様式を持つマシンが公開実験に利用できるようになり、教育への活望はかつてないほど高まっています。CIO は量子駆動のビジネス上の優位性に向けて、辛抱強く前進しておかなければ、どうしようもなく遅れをとってしまうかもしれません。